待ちくださいませ。八つの玉を持つ者たちお探しください。これが八犬伝の始まりだ。日本ファンタジーの原点、それは一人の男の執念が生み出した。玉を揃わせてはならない。ますます面白い。じいじ二人が朝っぱらから狭い部屋にこもって何やってんだか。悪が勝つこともあるこの世の中だからこそ、別の世界を読者には味わってもらいたい。つまり虚の世界だ。私は悪を成したことがない。それなのに。お許しください、父上。こういう運命を見る。あんた見えてないね。正しき者が勝つという主題で書いている八犬伝など。お前さんの世界は有害だ。なぜなんだ、なんで。一時一時お教えくだされば何とかできるのではないかと。諦めないでください。私にはまだやりきらねばならぬことがあるのだ。八犬伝。